加圧水型原子炉の模式図。原子炉圧力容器。燃料防制御防制御防駆動装置。加圧機蒸気発生器低温の二次冷却水。高圧蒸気タービン低圧蒸気。タービンタービン発電機冷時器複水器、冷却水温交換器二次冷却水循環ポンプ。冷却水供給ポンプ一次冷却水循環ポンプ。電力配線蒸気原子炉格納容器加圧水型。 原子炉は原子炉の一種。各分裂反応によって生じた熱エネルギーで、一時、冷却剤である、加圧水を摂氏300度以上に熱し、一時冷却剤を蒸気発生器に通し、そこに置いて発生した二次冷却剤の軽水の高温高圧蒸気を得る方式である。2020年現在は主に発電炉として、原子力発電所や原子力潜水艦、 原子力空母の発電に用いられ、一部の原子力潜水艦の動力にも用いられる。沸騰水型原子炉との大きな違いは、燃料によって温められた一時冷却水が沸騰するかどうかである。加圧水と呼ばれる理由は、一時冷却水を高圧にすることで沸点が上昇するため、液体のまま摂取300度以上まで加熱することができるのである。 この一時冷却水の熱を熱交換器に返した際には二次冷却水側にのみ沸騰が発生して蒸気タービンへ蒸気を送ることができる。一時冷却系と二次冷却系という分離された冷却系を有する原子炉では放射性物質を一時冷却系に閉じ込めることができるため沸騰水型原子炉のようにタービン建て屋を遮蔽する必要がなくタービン 複水器が汚染されにくいため保守時の安全性でも有利である。ただ、蒸気発生器という沸騰水型原子炉にはない、複雑に配管が絡み合った熱交換器や必然的に増えるポンプや配管類の保守性や安全性は別に考慮されるべきである。実際に蒸気発生器のトラブルは過去に頻発していたが、事故が減少しているのは保守の労力と技術向上によっている。 沸騰水型原子炉でもほぼ同様だが、加圧水の炉心出口温度を上げることでより高い熱効率を得ることができるが、主に燃料棒の金属被覆ジルコニウムの温度に対する脆弱性の問題であまり高温にすることができない。そのため、火力発電所では常識となった超輪海水を熱媒体として使用することはできない。 沸騰水型原子炉では加圧水型原子炉に比べ、二つの冷却景観における熱交換ロスがないので、経済性では優位と言える。一時冷却材漏えい減少時や、喪失時には非常用炉新冷却装置を作動させる。外部からの即時制御は、制御棒によって行われる。ほとんどの加圧水型原子炉では、制御棒が上部から、 圧力容器を貫いて炉心へ挿入される設計が取られており、また、制御棒の駆動機構が故障するなどの非常時には、駆動機構から制御棒を切り離して自由落下によって制御棒が炉心に挿入できるようにもなっている。このため、制御棒が格納容器の下部から入れられる、設計の沸騰水型原子炉で頻繁に発生して問題となっている。 制御棒の抜け落ち事故は起こり得ない。加圧水型原子炉圧力容器制御棒は最も重要な安全装置であり、必要な時に制御棒が炉心から抜け落ちている事態は絶対に避けなければならない。事故発生時に冷却計を停止した後の炉心の冷却は制御棒が炉心に挿入されていることを前提に事故対応が計画されており、炉心が全力で、 核エネルギーを解放している場合は、非常用炉心冷却装置による放熱や炉心と一時、冷却水の熱容量だけではすぐに限界を迎える。この点で、加圧水型原子炉は沸騰水型原子炉に対して優位であるが、何らかの不具合で制御棒が挿入できない場合には、同じように危険である。加圧された一時冷却材水は熱せられても、 液体の状態であるため再循環が容易であるが、反面、スリーマイル等原子力発電所事故のように、ひとたび液体でなくなれば一時冷却水の残存量すらわからなくなるように、通常の制御手段が取れずに、非常用炉心冷却装置のたわ冷却の手段がなくなる。日本の商用路においては、北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力各社の 全原子力発電所及び日本原子力発電の敦賀発電所の2号機で加圧水型が採用されている。原子力線サバンナ号の燃料集合体左端が上部にあたり、その中央に少し見える部分が制御棒が連結された端である。他の要素は原子炉や原子力発電、原子力発電所を参照。加圧水型原子力発電所の設計。 製造、建設は三菱重工業、米 WH がその主要なメーカーであったが2006年に東芝が54億ドルに上る株式取得により WH を関連会社としたことで従来は沸騰水型原発の主要メーカーの一角であった東芝が現在は東芝 WH 連合としてトップシェアを占めている中国とインドを成長市場と位置づけ PWR-AP1000 の受注を狙っている。しかしながら、東芝 WH 連合は、加圧水型原子力発電所の最重要機器であり、かつ加圧水型原子力発電所を成立させる蒸気、発生機を製作する技術はないため、自力でプラントを成立させることはできず、製作実績のあるメーカーに頼らざるを得ない。なお、 沸騰水型原子炉の主要メーカーとしては、東芝のほか、日立製作所と GE があるが、世界的な数勢は加圧水型原子炉の新規建設が多く、劣勢な沸騰水型原子炉の技術的巻き返しがあるか今後が注目される。戦後の技術導入の経緯から、関西電力は加圧水型原子炉、東京電力は沸騰水型原子炉、 それぞれ原子力発電所の基本設計として採用し、現在に至る。ありがとうございます。